回復が追いつかなければこれを繰り返す。どうだ、無理だな。反撃するか。レイブンを火電流装使える範囲にしとこう。意外に減るなこいつ。これだといけるかもしれんな。こっちを先にやった方がいけるかもしれんな。これで火電流章は打てるかもしれん。逆にエナジーライガーから狙った方が良かったりして。ソードレールキャノン発射。ここで火電流昇は打てる、ぶっ放せるはず。よし、こいつの反撃の攻撃力5000いかないよね。火電流昇でこいつに当てればいけるかな。とりあえず打ってみよう。回復はできる。これで2発当てればこいつは相当やばいよ。ブルーセイモスでも追い打ちをかければ倒せるかも。これがゾイドの扱い方だ。もしかしたら火電流昇だ。9000いくかも。8000か。あ、900だ。ブルーセイモス出そうかな。こいつから粘ってたらこいつから倒せるような感じになってきた。あ、先に回復させるべきだった。しまった。レイヴンがやられちゃう。おー、よかった。死ななかった。先に回復させてから火電流昇打つべきだったね。危なかった。これは陣形崩してでもこいつを狙いに行くべきでしょう。こいつにやらせるか。あ、ダメだ。届かんだろ。攻撃届くか。届くもんないよね。ないんだよね、残念ながら。ということはこっちに移動させる。んでセイモスをこっちで攻撃させるっていう手で。どう、反撃でも大丈夫、防御すれば大丈夫。あえて反撃こうやろう。いや待てよ、相手どうだろうな。相手の必殺技があるな。ちょっと待てよ。回復させよう。回復させればいいんだ。ここで回復させといて、相手の万が一相手の必殺技を食らったとしても大丈夫なはず。もう一回回復させようかな。フルの方がいいよな。あー、これはダメだ。いけるかな。ここでセイモスを失ったら相当やばいぞ。一発で決めてくれるかどうかによる。46だもんな。行くしかないよね。当てられんだろう。誰も。一歩前だったら当てられたかな。うん、ここはブルーセモスしかいない。
あ、2回いけるわ。ちょっと待てよ。こっちの方が確実だぞ。こっちの方が 92% ある。ゴジラさ、次耐えればいい話だ。当たるだろ。ゴジラスで行く。こいつ仕留めることができれば。よし、やりました。私には何とも言えません。よし、でもエナジーライガーを逃がしてしまうかもしれん。で、耐えられるだろう。あ、よかったよかった。あ、16だ。でも大丈夫か。 HP あるもんね。こっちでしょ。出しても意味ないか。あ、でも次反撃受けるからな。やっとかないといけないな。誰か反撃受けさせなければな。よし、ポテトチップス落ちてるよ。おい、膝の上にポテトチップスがかなり落ちてる。こぼれ落ちた。じゃあどっかで休憩していい。おお、クリティカル、クリティカルいったよ。休憩していいか。俺のメンタルがもうそうにないぞ。長引く戦争に疲れてきたぞ。でも今のは大きかったね。ゴジラスの活躍がでかかったよ。結構食らうな。4000いくな。ブラサメじゃ危ないな。クリティカル食らったらやばいな。先生こっちにどうすればいいか。要はこいつなんだよ問題は。休憩していいかい。休憩していいかい。こいつに反撃食らったらやばいよね。クリティカルだったら5000いく可能性があるんだよね。ということは村雨のその何、接近戦の殺技が使えないっていう感じになるから、粘って可燃流装を打てるようにしよう。エイブンみたいにそのチャンスを狙うしかない。とりあえず今回はエナジーライガー倒したということで戦果大なりだ。ちょっと休憩しながらするよ。一回マイク切るぞ。はい、切れないな。ロードレールキャノン発射。マイク入ってる。誰の攻撃が一番強いんだ。こう家電流装を打てるね。でもこいつね、家電流装のねシールド持ってんの。家電流装シールド持ってるからあんまり効かないんだよね。これが3200でしょ。あえてここで粘らせるか。そうすることで一発ここで食らえば5000はいくから、もしかしたら必殺使えるかも。そういう状態にしたい。あー、こっちもやばいね。反撃食らったらクリティカルでも死なんだろう。4000ぐらいだったよね。あえてギガで攻撃して食らって、必殺技なんだ。ダメだ。まったー、グッサフをこっちに持ってくるか。そんでこっち持ってきて家電流装を打てるように、この列はこっち組は家電流装を打てるようにこっちの的になろうかなっていう考えがあるんだが、とりあえず家電流装でこいつ打ってこっち反撃食らうでしょ。でこっちとこっち、やめといて、すいません。グッサフ、いけないな。ステラスなら上はいける。ムラサメをこっちに持ってこれる。でムラサメを回復にできる。グスタフ、村雨をこっちに持ってきて、じゃあこっちで挟む。で、グスタフで回復させることもできる。じゃあ、こっちに持ってこようか。あ、止まった。こいつの反撃を受けるために、今の状態だと、電流装で、こいつをぶっ放す。でも2000ぐらいかな。多分ね。それでも大した、あれじゃないよね。攻撃力じゃないもんね。風に装の、こう。ダメージを減らすやつをこいつつけてんだよ。せっかく風流装打てても難しいんだよね。おお、6000いったわ。